ゴールドイーグル指揮官へ、シャドウ1は攻撃準備をし、しびれを切らしてる。了解、グレイブス、待機しろ。ラズウェル、確認できたか。ウォッチャー1からブラボー07へ、位置についたか。もう少しだ。確認。シャドウ1、攻撃を強化する。ラジャー指揮官。ゴースト、そこは目標にかなり近い。ミサイルの威力を考えると。了解、大丈夫だ。撃て。全部隊へ、シャドウ1だ。ミサイルはいつでも撃てるぞ。発射に備えろ。座標を入力。ターゲットを指定。2、1。撃ち上げたぞ。ターゲットを破壊した。入れ。ラズウェルか。シェパード将軍。顔に書いてあるぞ。戦争か。まずあなたにと。もちろんだ、ラズウェル。話してみろ。ゴーブラニの副官を割り出しました。ああ、ハッサン・ザイヤニ。クドス部隊の少佐だ。イランへ肩入れをしています。テロリストへの援助か。資金に武器、情報も。野心家だな。危険人物です。ゴーブラニへの報復を望んでいる。何か企んでいます。イランにいては手が出せん。イランにはもういません。今はアルマズラに。なんだってアルマズラなんかに。それを知る方法は一つだけ。ならば捕らえよう。いつです？今は何時だ？人選は？5分後に離陸だ。ラジャル、海兵隊が到着した。お前と軍曹がこの辺を指揮しろ。軍曹？ホープ・マクタビッシュだ。大船に乗った気でいてくれ。席を取っておく。冗談だろ。ゴースト、聞こえたか？イエスサー。問題でも？ありません。アウト。アルマズラの領域にある敵陣を強襲する。アルカターラが渓谷に集まっていると情報があった。奴らは何かを守っているのだろう。監視映像で3つの建物を守っていることが分かった。ハッサン少佐は中に隠れているはずだ。ゴーストとソープが海兵隊特殊作戦コマンドを指揮してハッサンを捕らえる。ヘリで2つのチームを運び、標的付近の別々の地点に送り込む。ブラボーチームは家屋1と2を相当し、アルファチームは家屋3を担当しろ。全隊員に実行権限を与えるが、ハッサンは尋問のために生け捕りにしたい。注意しろ。ハッサン少佐はアルカターラのライフラインだ。命がけで守ろうとするはず。頼んだぞ。ブラボーはここで降ろす。アルファはこのまま機内に留まれ。中間地点で合流だ。ハッサンは生け捕りにしたいが、いざとなったら生死は問わん。任せたぞ、ソープ。ここ。こいつは一体。全部英語だ。嘘だろ。弾道ミサイルか。移動発射機だ。1000マイルは飛ぶぞ。少なくともな。イランは一体どうやってこんなもんを。セブンシックス、ラズウェルを呼び出せ。ラジャー、スタンバイ。ブラボーセブンシックスチャーリーからウォッチャー1へ、応答。こちらウォッチャーは、どうぞ。ラズウェル、すごいものを見つけたぞ。ハッサンなんでしょうね。ゴースト、これを見ろ。ゴースト、ハッサンは見つけたの？いや、だが兵器を見つけたぞ。ハッサンはミサイルを持ってる。
アメリカ製のな。ゼロセブン、こちらゴールドイーグル指揮官、今一度繰り返せ。繰り返す。ハッサンはアメリカ製のミサイルを持っている。よし、部屋を開けろ。全員部屋を出るんだ。さあ。アメリカのミサイルがイランの手に渡ったぞ。ミサイルは A 級の支柱にあります。ハッサンはハロウィンよろしく我が国の弾道ミサイルを配りまくったというのに気づかなかったのか。イランは責任転嫁するでしょう。責任転嫁がなんだ。イランは関与してる。流出したミサイルの数と奴らの目的を知らねばならない。ハッサンはおそらく運び屋を使ってます。ならその運び屋をお前が突き止めるべきだとは思わないか。私のチームなら2時間あればミサイルに関わったものを洗い出せます。ダメだ。ミサイルを破壊しろ。将軍、原因を突き止めましょう。これは諜報側の失態だぞ、ラズウェル。戦略的な対応はできない。あそこには日の出までに500人の敵兵が集まるだろう。時間との勝負になるんだ。ゴールドイーグル指揮官からゴーストへ。チームを動かし攻撃を要請しろ。兵器を破壊するんだ。ロジャー指揮官。アムステルダム。アムステルダムとこの件に関係が？密輸の拠点です。警備が甘く敵の内通者がいる。こちらにも。誰だ？タイです。彼は今も A 級の工作員を追っています。やっと今日初めてのいい知らせが聞けた。彼と協力して私が処理します。ケイト・ラズウェルが現場に戻ると？この手でやりたいので確実に。全く同感だ。ケイト、ハッサンは必ず人目を避けて連れてくるんだ。いいな。それまで他言は無用だ。もちろんです。さあ。着時刻は1時間以内。そっちの現在地は？運河だ。橋の下でボートを見張ってる。ミサイルコンテナを運んでる？いや、これは違う。手がかりがつかめるといいけど。また連絡する。ヤス、用意。行けます。あと追うぞ。配置についた。了解。ジョン、状況は？永久が貨物を船に積んでいる。それが目標ね。奴らが誰と組んでいるか調べてる。ラジャ、見張りがいるな。ええ、俺がうようよいます。倒さないと船にはたどり着けない。あとは任せる。アウト。よし、手分けしよう。俺は外側から、お前はドックを頼む。静かにやれよ。船で合流だ。了解。お先にどうぞ。オールクリア。奴の携帯だ。カルテルと A 級の会合です。ラズベル、カフェグラクトを探せ。何かが起きるぞ。いつ？1時間後だ。ブラボー6からウォッチャーをカフェに位置した。俺から4時方向のテーブルの2人、カルテルとイラン人。仲良しね。
何を企んでると思う？取引だろうな。電子的にね。ああ、カルテルに支払いをしてる。調べてみましょう。ボディーガードは巣にいる。俺が対処します。俺にも残しておけよ。了解、そっちに行きます。注射器を。毒か？死にはしない、麻痺させるだけ。 CIA らしいな。こっちの世界へようこそ。ボディーガードに撃った後、カルテルの男をさらう。あんたは脱出の手配を。合図して。ラジャおっと、どうしたんだ。乗せろ。冗談でしょ、所長。そちらさん、ハッサンの移動先を聞き出して取り押さえ。こいつを起こして話してみるか。口を割ると。私は説得がうまいね。バルガス大佐。ラズウェル支局長、堅苦しい挨拶をするってことは深刻なんだな。ええ、アレハンドロ、あなたの助けがいる。話せ。ラス・アルマス・カルテルがテロリストの国境越えに手を貸している。ラズウェル、テロリストが南部の国境を選ぶわけない。ええ、だからこそあえて実行するんでしょう。それを阻止してほしい。ターゲットはハッサン・ザイヤに少佐。分かった、いつだ。今夜。ドローンにつながった。そちらが見える。アレハンドロ、何かいるようだ。移民だ。国境警備隊が対応する。麻薬組織の陽動ね。この隙にハッサンを動かしてるかも。了解。 FBI はどこだ。1時間はかかる。あなたたちしかいない。分かった。ロドルフォ、移民は奴らの陽動だ。ターゲットは移動してる。ボートで川を越えたんだろう。見つけるさ。いい読みだ。ウォッチャー取りかかる。アレハンドロ、ハッサンに国境を越えさせるな。了解した、アウト。奴が国境を越えたら俺たちは手が出せない。いや、そうはさせないさ。見てくれ、大佐。あそこだ、北側。やつらの船だ、止めろ。こっちだ。カルテルはハッサンをせかしてる。アウト。何か見えるか。いや、やつは逃げた。後を追う。行くぞ。特殊部隊のアレハンドロ・バルガス大佐だ。テロリストを追ってる。ゴメス、止まれ。彼らはあの女の部下だ。カルテルと見分けがつかないがな。容疑者はどこに。あの家にだ。全てを燃やせ。俺を知ってるか。テロリストだろうが。俺は戦士。戦う定めに。やめろ、焼き殺せ。ゴーブラニの復讐だ。大佐、外に出られない。どこにいるんだ。いいか、ハッサンは逃げた。奴らと一緒にな。海何かが大西洋を横断してる船だ。
何かを運んでる。彼氏も兄弟、俺がついてる。ハッサンはラスアルマスでカルテルの保護下に置かれました。メキシコの特殊部隊によると、ハッサンはアメリカへ向けて何か大きいものを運んでいるそうです。ミサイルを積んだコンテナかもしれません。その数もターゲットも不明です。それを知るにはハッサンを拘束し尋問する必要があるな。ソープとゴーストを送り込み、メキシコの特殊部隊と合流させるんだ。人員も必要なだけ投入しろ。将軍、メキシコで戦争を始めるわけには。もちろんだ。フィリップ・グレイブスとシャドウ・カンパニーに作戦の援護をさせる。彼らがいれば面倒な正規の手続きも不要になるからな。わかりました。ハッサンを探しましょう。アレハンドロ・マクタビッシュ軍曹、ソープでいい、注意。ゴーストと呼んでもいいか。本当は別の名前がいいらしい。ゴーストでいい。魂の町へようこそ。メキシコは初めてだ。メキシコじゃない、ラスアルマス。シェパードに雇われた連中も合流する。装備はあるが拠点がない。俺たちの基地を使え。よし。ハッサンの位置は？カルテルのセーフハウス10キロ先だ。乗れ。行くぞ、出発だ。タリエ、タリエ、タリエ。副司令官のロドルフォ・パラ少佐だ。幽霊は苦手なんだ。スペイン語？いや、慣れるさ。白のトラック2台に4人。おいおい、落ち着け。いいか、一条だ。路上での武装は警察が取り締まる。警察はどこだ？ラスアルマスは問題を抱えてるのさ。法を守る者が少ないし、汚職に抵抗する者の多くがいなくなる。軍隊はどうだ？俺たちは訓練を積んでるから麻薬組織にスカウトされる。お前は？ここで育った。俺たちはロス・バケロス、カウボーイさ。ここを愛してる。命がけで守ってる。ウーサン屋に中華、すごいな。組織はああして心をつかむんだ。子供もか？子供だからだ。何が書いてある？組織の印、カルテルの布さ。エルシン・ノンブレのメッセージ、警告と縄張りを示す。死が日常だ。シン・ノンブレだと？エル・シン・ノンブレ、七死を意味する。ここのカルテルのリーダーだ。そいつの居場所は？さあな、正体すらわからない。だがどこにでもいる。厄介だろ。厄介ごとには慣れてるかな。そのマスクならすぐにここに馴染めるさ。おい、よせ。検問だ、陸軍だ。右に曲がって迂回しろ。なぜだ？エルシン・ノンブレに通じてる部隊もある。言っただろう、どこにでもいるんだ。川向こうにハッサンが亡くなった。まだいるといいが。いいな、俺の向かい来い。了解大佐、攻撃開始だ。お前待つ。ハッサンの隠れ家は？白い2階建ての家屋だ。ビクター各員スタンバイ。トレス、ドス、ウノ、開始だ。イエー、クリア、移動しろ。